オープン、ライブラリーとは、これまでに出版された本のウェブページを作るためのオンラインプロジェクトである。カリフォルニア州立図書館とケールオースチン財団による、非営利、プロジェクト、インターネットアーカイブの一環として進められている。2010年5月、障害を持つ、アメリカ人法に基づき、必要未症、視覚障害者向けに100万冊以上の古書と現代を 提供するサービスを始めた。出版社4社と図書館150館の協力により、デジタルスキャンされた数万冊の現代書を読むことができる。書籍情報は、アメリカ議会図書館や、他の図書館、a m a z o n .com やウィキ型インターフェースを通したユーザーによる寄付によって収集されている。デジタルスキャンされた書籍の場合を押すと、カタログリストが出てくる。 リードと書かれたボタンがあり、書籍の購入や対応を申し込むためのリンクもある。データベースは以下のように分けられる。オープンライブラリーでは600万人分の著作者の書籍と2000万冊の書籍の収集と100万冊のパブリックドメイン書籍をデジタルスキャンしたいとしている。オープンライブラリーは2006年にオープンライブラリーエステクニカルチームの技術者兼リーダーだったアーロン。 スワーツが立ち上げた。このプロジェクトは現在ジョージ・オーツが主導している。2010年5月にこのサイトは GitHub をコードベースにして再始動した。インフォーブイスは Postgres ル l に基づくデータベースフレームワークであり、インフォーガーミーは Python で書かれたウィキエンジンである。ソースコードは GNU フェロゼネラルパブリックライセンスバージョン3に基づいている。ありがとうございます。